こっちだ。確かこの辺に。よし、これで入れる。潜入だ。へえ、こんなのよく見つけたわね。ここに入るためにいろいろ調べたんでね。よし、俺たちが先に行って様子を見る。お前らは後からついてこい。お前らの合流を待って、また俺たちが先に行く。少しずつ慎重に進むぞ。よーし。冒険って感じがしていいですね。普通に敵いません？え、なんか歩いてるのいる？アイザックと歩き方一緒なんだけど。よし、来たな。行くぞ、ダンプティ。オッケー。で、そうですね。いろいろと見てみたいなっていうのもあるんですが、これ先に戦闘した方がいいか？なるほどね。その位置にいるって感じか？じゃあこっちから回って、いきなりいますね。え、戦うんかな、あれ？あ、違った。あー、ビジョリンだ。ビジョリンだ。ビジョリンおった。さあ、ということでですね、装備の方を一応強化しておきました。なので、若干上がっております。能力ね。ダランティーノ。あー、ギアの先生か。マジか、できるんか。まあ、とりあえず、今んとこいっか。で、この方は、ケトルティ。あ、回復か。めっちゃありがたいね。よし、いよいよ、本番ですか。あっちにもいる？こっち宝箱あるから、取りに行こうか。よし、後ろから入る。強くない？強くない？クリティカル2発でだとはいえ。いいですね。で、取って、マカロン3個。ありがとうございます。あ、そこにいんのか。まあでもこの場所だったら大丈夫だよね。では戦っていきましょう。極力ね、先行が取れるように。なんか UFO みたいなのいなかった今。フィラフライ。普通にクリティカル当たってくれたんで倒せました。ありがとうございます。ちょっとあれ取り行きたいけど、戦っとくか先に。さあ取りましょう。さあメディカルキット、これですね。全体の体力回復か。これは便利、ありがてえ。これ大丈夫言って。うわー強そう。え、待って、普通に強くない？大丈夫？で、チルショット、これ覚えましたね。
うーわ、どうしよっかな。まあでもエイドで回復して、回復使いながらいけばいけっかな。あと混乱誘うとかそんなところですかね。それかこっちでもいいか、エナジートラップ、これ仕掛けとこう。で、鉄壁、鉄壁かな。強くないっすかにしても強くないっすか。とりあえずダメージをね与えていかなければって感じですよね。さあパニックボーム、おお結構強い、いいねいいね。めっちゃめっちゃ加速してくるんだけど怖い。お、どうした。いや普通に強かったんだけど、もうちょっとレベル上げた方がいいかな。大丈夫か。これかスイッチ押しまーす。これでいけるのね。オッケーオッケー。え、なんか見えるんだけど、あれ見ろ、もしかしたらここのリーダーかもしれないぞ。コンロのメカ、侵入者は見つけ次第叩き出せ。夜中に人間がここに来ることはほとんどないが、万が一ということもある。万が一が嫌いなんだ俺は。めったになさそうな雰囲気を出しておきながら結構頻繁に起き上がるからリアルですねの階に何かあんのか、まあ、てことになりますよね。これ進んでいけるか、このまま。え、コンロのメカと戦ったりしますかね。わっわっ、なんだなんだ、アイスレギュット。でも相性的にいけそう。買った。ああでも倒しきれるね。オッケーオッケー。よーし、あれ取るか。さあ銀のパーツ5個、ありがてえ。あ、回復ポイントあったこれ優しいですね、ありがてえ、ありがてえよ。もうどんどん戦っちゃう。お、あったあった。さあ古いコインありがとうございます。よし、ということでようやくここまで来ることができました。まずこれやろっか、これ押して、で繋がったっていうところですかね。
いいね。よし、ということでアイザックの方もね一つ埋めときます。でスキルギアの方もね、スキルのギアの方も2つぐらい余裕あったんで作っておきました。いける？行ってしまうか。また別のやつがいる。ピンボールのメカ、お前らよく聞きな。今屋上ではマックス様が大切なお仕事をしている。揺らしたり叩いたりなどもってのほか、誰も邪魔してはいけないぞ。マックス様、屋上でマックス様が大切なお仕事。どうやらマックスってやつが首謀者らしいな。じゃあもう目指すは屋上ですね。近づくのやばそうだ。こっから様子を見るぞ。え、絶対やばいじゃん。あのでかいやつ、どうやら追ってこなかったみたいだな。でもどうする、あんなのがいるなんて思わなかったぜ。ほんとね、あんなの俺たちだけでどうにかできるわけないよ。町の大人たちにも教えよう。なあ、気が進まねえが、そうするしかなさそうだな。このままほっといたら町の人たちの魂がどんどん吸われてみんな死んじまうかもしれない。俺たちでこの町を守るんだ。私たちはどうするんだ。決まってるじゃない、私たちも町の人たちに知らせないと。でもさ、今ここで僕たちは何もしなくてもいいんじゃないかな。だって僕たちがいた30年後の町は何もなかったみたいに無事なんだよ。まあ確かにね。
シェリーのお父さんも僕のお父さんも30年後の街でちゃんと生きてる。つまりこの時代では死ななかったんだ。それはそうね。映画で見たことあるけど、過去に戻って何か違うことを起こしたら歴史が変わって現代にも影響があるっていうよ。例えばこの時代でシェリーのお父さんに何かあったら、シェリーは生まれてこないかもしれない。僕らが下手に動き回ったせいで、もし歴史が変な風に変わっちゃったら、現代がとんでもないことになるかもしれないんだよ。まあ、それはありえますよね。それでもやるの？やるわ、やるんだ。確かにな、少しは考えるのかなっていうのもなかったですね。考えたよ、現代がとんでもないことになるって。もうなってるじゃない。それは確かに言えてるんだけど、時間が止まってみんな動かなくなって変なメカが大量発生してる、あれ以上のとんでもないことってある？私たちがここで何かすることで、もしかしたらいい方向に変わることもあるかもしれないでしょ。それはそうだけど、確かに30年後の街では私のパパもダンプティンおじさんも生きていた。でもさ、この時代であいつに魂を吸われて死んじゃった人がいるかもしれないじゃない。私たちが頑張ったことでこの街に住む誰かが一人でも長生きできるなら、それって素敵なことじゃない？素敵だ。私もこの考え方には賛成する。ペグレーはどうなの？怖かったらあんただけここに隠れてもいいのよ。シェリーは強いな。分かったよ、僕も行くよ。女の子は危ないところに一人で行かせるなんて男のすることじゃないからね。おお、男を見せましたね。膝がくがくじゃない。大丈夫かな。ということで、町の人たちに話しかけたりとかしていくというところですかね。あ、なんかいる。メカ。道迷ったようだ。この方はね、マーク違いますもんね。デパートの中で巨大なメカが魂を吸ってるのを見たって？君たち、なかなかにナイスなジョークだぜ。おじさん、へそで茶を沸かしまいそうだよ。まあ、そうなるわな、でも。まあ、そうなるわな。他にはいらっしゃらない？家電は人間にとって最も身近なメカじゃん。普段愛着を持って使ってる家電には、人の魂が宿りやすいのかもしれんな。なるほど。この町の電気は地下を通って供給されてるんだ。下水道の中にぶっとい電線が通ってて、町中に電気を送ってるんだってさ。あ、でもマークついてる人いましたね。あっち行ってみよう。君たちさ、あのいたずら好きの悪ガキ2人組とつるんでるのかい？誰と付き合おうが君たちの勝手だけど、あんなのと一緒にいるのはやめた方がいいよ。君たちの評判まで落ちちゃうからね。そういう感じなの、あの二人って。で、この方かな。悩める女性。メカがそんなことするはずないでしょ。この街はメカと共存してるんだし。確かに普通にいましたね。そうやってみんなを楽しませる話をしてるんでしょ。子供は無邪気でいいよね。怪盗好きなマダム。いろんな方がいらっしゃる。あんたたち嘘を言っちゃダメよ。どうやって夜のセーブザクイーンに入ったのよ。まあ、確かにそれはそうだよね。まさかあんたたちのような可愛い子たちが泥棒なんて、そんなことないわね。仕方ないよ。デパートの中に魂を吸うメカがいるなんて、僕だってまだ信じられないんだから。どうする？まだ続けるのか？あの二人はしっかりやってるのかな。確かにね、気になるっちゃ気になるけど、一度合流してみるのがいいかもしれない。そうね、あの二人カフェの方に走っていたから、とりあえずカフェブロッサムに行ってみましょう。リンダさんおるんかな。行ってみますか。こっちっぽいですね。
さあ、ミッドウィーク地区。飛んでるメカ。あ、でもこの辺の方々は結構会話できるのかな。スキルがあるからいい。めたいなー。待って、宝箱ない？アイテムない？こっちに。あれ取っちゃいましょうか？おーし、オッケーオッケー。銀のパーツ。未来に行けるとしたら、未来の自分がどうなってるか見てみたくない？まあ、気になるっちゃ気になりますよね。あ、肛門入れるんだ。わあハンプティさんだ。入れた。あ、いたいた。おお、君たち、そっちはどうだった？こっちは全然ダメだ。誰も俺たちの言うことを信じちゃくれないんだよ。これだから大人は嫌いだぜ。さてはアリアちゃんのことだな。あー、ママさんか。やっぱりそうか。お前は分かりやすすぎるんだよ。金がないから店に入れないくせに、待ち合わせ場所はいつもここだし、ここにいればアリアちゃんに会えるもんな。パンチするからな。でもされる側ですもんね、今は。今となっては。どうしたんだ。何でもない。なあ、トゥルース君、ダンプティ君、こんにちは。いつも店に来てくれてありがとう。よかったら中に入る？いや、いいんだ。俺たちあんまり金ないし。お金はいいよ。私がご馳走してあげる。そんなの悪いよ。ダメだって。いいの。いつも来てくれる俺だよ。さあ、どうぞ。あなたたちもトゥルース君とダンプティ君のお友達ですよね。はじめまして。私はアリア・ブロッサム。このカフェは私のママがやってるの。おすすめのメニューはチェリーパイ。よかったら食べていってくださいね。さあ、中にどうぞ。ママ。シェリー、どうしたの？やばい、ちっちゃい頃のママかわいい。パパとは大違いね。そういうこと言っちゃう。
シェリーはお父さん似だね。そうっすね。いや、そっくりだと思うよ。あ、